あーマジだりー、つかめっちゃ喧嘩して、つかクソ暑いし何もやる気出ない。もう本格的に夏だもんね。あ、そうだ、夏休みどうする？いっぱい遊ぼうよ。そうだな、とりあえずは海だろ。車の中で爆音で湘南の風流してよ。あとヒョウ柄のモフモフのハンドルカバーと紫のネオンもつけちゃおうかな。僕たちまだ高2だから誰も車の免許持ってないでしょ。じゃあよ、山はどうだ。車の中で西野から爆音で流して山まで飛ばすんだ。ダッシュボードに白いファシーテ、甘い匂いのする葉っぱをバックミラーにぶら下げてさ。だから免許持ってないでしょ。あとさっきから古いよ、ヤンキーのイメージが。まあ結局全部やりゃいいんじゃね。今年は花火大会にフェスに祭りに全部再開されるからな。そうだな、今年はいっぱい遊び倒そうぜ。いいね。でもそうなるとすっごいお金がかかりそうだよね。僕お小遣い3000円しかないからな。あ、2人はいくら持ってんの？金の心配はいらねえよ。俺は2ペソ持ってる。ペソ？ペソって何？日本円に直すと1ペソ6円だ。12円じゃん。うまい棒1本買うのがギリだよ。ユチョパは？魔法石3個。初ドラの？ガチャ回す以外使い道ないよ。やっぱりみんなお金ないじゃん。どうする？みんなでバイトでもする？お前本当に昔からバカだな。馬に鹿と書いてバカだな。遊びたいって言ってんのにバイトなんかしたら遊ぶ時間がなくなるだろ。たばけが。じゃあ親のお手伝いとかして多めにお小遣いもらうとか。お前ほんと昔からバカだな。こんな見た目で親服を丸出しのうちらがちょっとやそっとのことでお小遣い増やしてもらえるわけねえだろうが、このボケナスが。じゃあどうするっていうのさ。万引きしかねえだろ。よくないよ、それ犯罪じゃん。うるせえな、ご飯ですよのメインキャラクターみたいな顔しやがって。バレなきゃいいんだよ、バレなきゃ。それに見てみろ、このコンビニの店員。アホ丸出しだろ。間違いなくアホ。でもよし、夏の思い出作るために万引きするっつってんのに気負ってるやついる？いねえよな。とりあえずよ、このコンビニで PS5 でも万引きして売れば夏遊べるっしょ。コンビニに PS5 なんて売ってないけどね。まあとりあえず俺が行くから見とけって。全商品パクってきて学校でコンビニを開けば資金集めは完了だ。あ、行ってこい。もう知らないよ。いらっしゃいませ。さすが尾が、恐ろしく早い万引き。うちでなきゃ見逃しちゃうね。いやいや、普通に店員さんにバレてるって。入店1秒でもうバレバレだったよ。あの制服は近所のヤンキー高校、目の前で堂々と万引きなんて、こいつヤンキーすぎる。怖い。とりあえずどんどん行っとくか。夏が楽しみだな。なんだこいつ。こんなの万引きじゃなくてもはや強盗だ。とりあえずこいつの学校に連絡しよう。もしもし。しまった、詰めすぎて動けん。重い。あれじゃあ店から逃げることもできないよ。どうしよう、ユチョッパー。あれどこ行った？おい、おが、お前何やってんだよ。はあ、よかった。同級生が万引きを注意しに来てくれたのかな。これ使えばもっと効率よく運べんだろ。まったく手間かけんなよ。わ、悪い、下手こいちまった。しっかりしろよ。お前頭いいな。待てよ。
あ、すっきりした。よし。よし、次行くぞ。おい。全然違った。もっと立ち悪いやつ来た。根こそぎ全部持ってく気だ。じゃあ片っ端から入れとくね。酒も。あ、酒も入れも。酒も。よし。おっとぞ。そもそもあの二人、万引きの概念、間違えてるよ。さすがに止めないと。もうめんどくせえから、これごといくか。ありあり。ちょいちょいちょい。いや、やめてください。な、なに、バレただと。そりゃそうでしょう。ちょっと裏で話を聞きますので。お、俺たちの夏はここまでなのか。花の JK ライフが。ほら、こっちに来なさい。あ、真面目そうな高校生だ。注意しに来てくれたのかな。何やってんだよ二人とも。こういう時は催涙スプレーでまず視界から奪わなきゃ。うん、目が。うわうわうわ、目が。真面目そうな顔してこいつが一番サイコパスだよ。くさあ早く行くよ二人とも。やった。もう大丈夫だ、私が来た。ゲ、ゲジマル先生。店から万引きだって連絡があって来てみたら、また君たちか、この問題児どもめ。よ、よかった、やっとまともな大人が来てくれたよ。先行には関係ねえだろ、引っ込んでろ。そうはいくか、バカ野郎。盗んだものを見せなさい。触んな、バカ野郎。何すんだ、この野郎。俺を噛むほどうまい、片揚げポテト。なんだこの盗んだものの数々は。栄養バランスが悪いだろうが。もっと野菜も盗め。先生、授業で何度も言ったよな、主食や副菜、それらをバランスよく食べることが成長期である君たちには大事なんだと。そうなんだよな先生、この見た目で家庭科の先生なんだよな。どう見ても体育教師の見た目なのに。先生は君たちに健やかかつ安全な青春を送ってほしいんだ。先生、俺は間違ってたよ。野菜美味しくないから俺盗みたくなんかないけど、これからはちゃんと盗むよ。盗みたくないけどちゃんと盗むって何？初めて聞く言葉なんだけど。先生、いつもありがとう。おがの短ランと私のロングスカートも先生が作ってくれたよね。いや、お前は制服の着こなしを注意する立場であるよ。はっはっは、君たちは。それじゃあ、あの夕日に向かって走ろうぜ。ついてこい君たち。どこまでもついてくれ。お、お会計、おーい。警察呼ぼう。